どうも、阿部達です。はい、今日はバンダイからまた商品が届きました。今月2個届くんだね。知らなかった。はい、それがこちら、全はい、佐川急便来ました。さあ、これは一体何が入っているのかというと、開けます。今開けるからちょっと待っててね、開けるから待っててね。この梱包がちょっと複雑なんだよ。さあ、オッケー、開きやしゃしゃー、開けていきましょう。3、おっ、こいつか。今更だな、すっげえ今更さあ、今日はこいつがやっと届きました。いきます。じゃしょーん、イエーイ。こちらでございます。バカモンロックシールドとガエム闇ロックシールドのセットが届きました。イエーイ、今やっと届いたよ。今日はこいつを開けていきたいと思います。はい、というわけで、まあ今回カプセルロックシードですよ。これはね、3つセットになってます。で、まあこれホーレンのねバカモンロックシード、これ本当はガチャガチャで出る予定だったのがプレ版限定になっちまったといったね、人気度ですよ。でそれとこっちですね、これはあれだ、なんだ、サッカー対戦、ガイムの映画のやつに出てくる、ガイム闇のやつですね。オレンジと、レモンエナジーの闇バージョンで全部3つになります。まあ表と裏はこんな感じなんですけど、上カシャーン、こうだね、ガガーンっていうのがあるのと、あとこっちには、こいつのバカモンロックシートですね。バカモンロックシートとガイム闇です。はい、さあというわけで、こいつ早速開けとこうね、開けましょう。いやー、3つセットですよ。これ今日どうレビューする、いきます。サキーン、お、黒いのが見えます。黒いのが、これいけばいい、いきます。シュワイ、おい、3つだぜ。すげえ。おお、なんか3つだと重いな。こんな重いのか、カプセルロックシールは。じゃあ開けてこう。おお、超綺麗。ちょっと待ってね、なんかすっげえ3つだからかもしれないけど、すごい重たいんだよ。ちょっと待ってね、こいつから持つよ。いくよ。あ、やっぱ軽かったわおー、すげえ。ここにはバカモンロックシードがいるわけですよ。はい、超綺麗これガイムのオレンジですよ。すげえな、これ真っ黒だよ。まあ、こいつがレモンですよ。レモンエナジーですよ。真っ黒でございます。はい、今日はガイム闇セットの方にしよう。そうしよう。いきます。さあ、パキーン。さあ今日2個これやっていきますよ。はい、ではまずオレンジロックシードからいくよ。これが普通のオレンジ、これデラックス版ね。これが、カプセルロックシードのガイム闇のブラックオレンジです。こんなに違う、なんかネガって感じ外装はこんな感じでございます。はい、じゃあこのシートを剥がしてチキン、音を鳴らすぞ。音声は一緒なんだ。音声は一緒なんだね。じゃあ、ここ開こう。いくでー。いくでーす。パゴン。銀ピカ。銀ピカです。おー、銀ピカ。なんか、オレンジって感じしないわ。感じしないね。へー。すげえ、銀ピカ。はいはいはい。反射するとすっげえ光る。鏡じゃねっていうぐらい。はいはいはい。こいつがなわけですね。まあ普通ですわ。色が黒くなっただけですわ。なるほどね。まあこいつはオレンジですよ。で次、レモンエナジーですよ。こいつだっ、はい。見えるかな。まあまあまあ開くと、まず開こうかな。あ、開く方、はい、開くとこんな感じ。見えるかな。はい。これも銀ピカですね。はい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 、ちゃんとねラメ入ってるんですよ。こいつちゃんとラメ入って透明なんですよ。こいつも音一緒なのかな。音一緒だね。なるほど、音は一緒です。ちなみにこいつにつけるとどうなるかね。こいつは一回開かないといけないっていうね。はい、だって普通です。じゃあね、あれですよ。劇中のものとね、ちょっと再現してみましょうよ。どうなるのか、いきます。超普通。ただね、ただ黒くなっただけって感じでね、真っ黒だもんね。なんか真っ黒。はい、これが普通のデラックスで揃えた場合ですよ。もうね、フルーティー感が違うよね。もうなんか腐ってんじゃねっていう、もう腐っちゃったやつだよね、これ完全に。フルーティー、もう明るさが違うもんね。はい、というわけでね、今日まずほうれん、ガーミン網セットのうちの2つ、これですね、オレンジとレモンエナジー、この2点をちょっとね開けてみました。次回はなんとほうれんのテケテン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 、はしゃぎすぎた。テケテン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 をね聞いていきたいと思いますんで、ぜひぜひご覧ください。というわけで以上、ガーミン網セットのまず2つでした。次回も見てください。バイバイ。